どうも、キョウです。今回はですね、普通のトーナメント、通常の時どう立ち回るかっていうのを伝えていきたいと思います。キョウ君普通ですね。うちのエースなんですけど。一応まあ普通ならいいかなっていうことで、まあ普通以上だったら応援メガホンと、OK トルガムで、絶不調だったらまあ、閉じ目ストコリみたいな感じでやればいいんじゃないかなと思います。まあメガホンがベストなんですけどね、できれば。で、まあリーグ7からのキープか、上行くかぐらいだったら、そうですね。キープするかぐらいだったらですね、3ホームラン打って2回三振奪えばいけますので、ですね、三振に取りたいところですね、できればね。まあ、ただナイスピッチを、まあ、こういうのはしょうがないです。こういうのはしょうがないです。こういうのはしょうがないんで、ストレート、できればね。ああ、ホームランか、OK、OK、OK。できれば表示があるときは、なるべく、独身率かましているときは、ああ、フィニッシュとか。あ、死んどられた。って感じで、気をつけていく感じなんですよね。で、ここで三振取って、指名みたいな感じが良かったんですけど、ちょっとうまくいかなかったですね。これじゃあね、点数伸びないんで、ちょっと見てみれば分かるんですけど、80万か。うん。そうですね、こんな感じでやっていくんですけど、ちょっともう一回やるか。他のキャラでいないかな。宮崎くんならいいかな、よし、こんな感じで今日は勝利。ちょっと実演したいんだよな、できれば更新するところな。レフトですね。先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で海野決まってストライク。実演したいところではある。161キロ。第2球投げた。引っ張った。スタンドに入りました。ファールか。第3球を投げた。打ちました。センター方向に持っていきました。掴んでこれで3アウトになります。それでダメなのはダメだわ。今日先制のピンチです。まだね、火曜日なんで全然更新されちゃうんでね、それダメですね。で、通常の本当の通常営業なんで、今回ね、弱体化もないですしね、相手のまたそれと別に特別スタジアムになった時のやり方はまたその時になった時に別動画で解説したいと思うんで、そうですね、今回はノーマル通常営業の時のもうやり方を説明したいと思うんですけど、まあ、結局まああれですね、普通3ホームランぐらい打って、でまあ2三振して、でまあ投手を祈りですけど完封してくれる、もうできればノーノーしてくれるのを願ってやるゲームですね。単純って単純なんですけど、まあ、それが難しいんですけどね。やっていく流れとしてはそういう流れになってて、まあ、打てる打者と守れるピッチャーがいればいいんですけど、特に先発ね。まあ、引き継ぎちゃったら意味ないんで、先発だけでいいんですけど、まあ、スタジアムボーナスも大事なんですけど、まあ、最終的にはね、まあ、完封、とりあえずできる体力はいるかなっていうところですね。初心者の方はね、ちょっと参考になればなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。バイバイ。